スイナマが日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。皆さんこんばんは。1350八太郎、広島から愛を込めて一文字八太郎です。そしてはい、2927北村さゆみです。今日はっきり言っておきますけど、ユーストリームの調子がちょっと悪いみたいでございまして。そうなんですよ、なんかちょっとご機嫌がね。私の画面ないですね。あ、出てないの？出てないし、ツイッターにもちょっと入れてません。あ、そうなんですか。です私の画面はね、ちょっと今、さゆみちゃんの胸が映ってるんですけど、ちょっとユーストリーム今日調子悪いんで、もしかしたら今日10分ぐらいで終わるかもしれない本気ですか？いや、一生懸命頑張ってやろうと思うんですけど、ユーストリームの調子が悪いぞという人はですね、ちょっと本当はあの私たちもですね、手の施しようがないと言いますか、わからないところがあるので、ちょっとご容赦を。すいません。やっぱあれですかね、カープが勝つとなんかこういう風に。今日初めてですよね、火曜日に勝ったのね。火曜日にね、カープ勝ったのね。サンフレッチャー調子いいんですけどね。しかし今日も広島暑かったですね。暑かったですね、溶けました。溶けましたね。こんなに汗かくのになんで体重増えるんですかね。本当わからないですね。なんでなんですかね。なんでなんですかね。食欲はあるしね、困ったもんですけど。なくなりたいもんです、食欲が。今日はあのユーストリームの調子が良かったら11時30分ぐらいから賭けのコーナーあります、はい。今週のお題は、勘違い。一文字が最近勘違いしたことは、FM から流れてきた CM で、マツダの CM だと思うんですけど、五感を感じてっていうのがですね、どうしても私にはね、股間を感じてっていう。もう絞れてよくないです。いや、鳴らしたかった、今手が届きませんでした、そういうのがあるんですが、皆さんの勘違いは何でしょうか。11時30分ぐらいから勘違いかけのコーナーがあります。今日プレゼントですね、勘違いね、バッグにうちは、T シャツも用意しております。はい、かけのコーナーで優秀作品には広島カープ加須こいのぼり商店のグッズをプレゼントということになっておりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。こちら11時30分ぐらいです、はい。それから今日はね、久々にね、一種格闘技戦のコーナーやります。おー、そうなんですね。これ結構いいっす。これアイデア考えたら本当ね、爆発的ヒットになるかもしれないんで、一種格闘技戦のコーナーはこの後すぐやりますんで、皆さんもアイデアがあったらですね、こちらの方も書き込んでいただきたいと思います。はい、お願いします。現在視聴者数が83人でございますですね。もっともっと増えていきますように頑張っていきたいと思いますんで、1時間お付き合いください。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストリームをプラットフォームに広島市中区からツイッター世界へ配信します。ここへおいでよ、僕らは一つ、全ては一つ。広島県人に向けてお送りしておりますついつい生出し広島ラジオでございますが、久しぶりに異種格闘技戦のコーナーでございましてですね、異業種をコラボレーションして番組でビジネスパートナーを探そうじゃないとないかということで、電話をつないでですね、いろいろ売り上げとかですね、スキルアップのための作戦をここでいろいろみんなで考えていこうということで、1ヶ月ぶりなんですよね、これね。そうですね、あの1ヶ月前はあの対馬織物製造の紙布、紙の布と書く紙布でね、アイデアみんなからいろいろいただいて、いいの来たよね、iPad? 作品作ったそうです。iPad の紙の紙布の試作品ができたの？ただ手間がかかる。まだ手間がかかるので元が取れない
まあいろいろみんなでねアイデアを出してほしいと思いますんで、あのみんなひらめいたことがあったら書けって一文字が言ったら書いてくださいね。いいですね、はい。だからちょっと真剣にアイデアを考えながらこのコーナー楽しんでいただきたいと思います。今日の出場者はですね、ゆうか1019さん、ガンス娘っていう方なんですか。テレビとかにも出てらっしゃる、CM とかに出てらっしゃるガンス娘さんでございまして、電話を今からかけてみましょう。一体この人の願いというかね、コラボレーションしたいことは何なんでしょうか。はい、火曜日11時5分にこの練り物が目の前にある幸せっていうのはない ね、 ね、もうすごいですね。これでもさ、いろいろ工夫しているんだね。今見て思うんですけど、今映ってます、練り物まだ映ってないですか。まだまだ映ってない。練り物ちょっと映しましょう。はい、今電話つながさせてもらってます。ガンス娘さんです。ゆうか1019さん、出てください。もしもし。もしもし。あ、一文字と申します。はい、毎度ガンス娘でガンス。あらまあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今目の前に、はい、商品持ってきてもらったんですけど。はい。おお、届いとる。うん、届いとる。うん、届いとるの。の、これ三宅水産の練り物商品ですよね。もちろんじゃないに、あんたパッケージ見たら書いてあるじゃろうがいの。そういうキャラなんじゃ。まあ、わしはのくれのヒロじゃけ、小川に来ちゃないが、まあこれが自慢じゃけ、これで喋りよんじゃわいね。うん、ねえねえ、ちょっとさ、はい、自慢の商品教えてよ。なんか玉ねぎとか入ってるの。あれはね、わしがの、うん、売りに行くんじゃわ、スーパーとかにの、フレッタさんとか、うんうん、あそこで限定で売っとる商品での、うん、カルインが、一回、これ、今映っちょる、うんうんうん、この手前のが、うん、一回一度、甘色に炒めた玉ねぎをね、混ぜ込んだ玉ねぎで、お砂糖はつこうちょらんのじゃわ。はぁー。甘みを生かした玉ねぎで。で、白いんがね、キクラゲじゃわ。キクラゲ？うん、女性に人気なんよ。ヘルシーなキノコじゃけんの。おぉー。で、その後ろの大葉がついちょんが、イワシごぼうの大葉よせいうて、じゃこ天が好きな人が多いけ、普段は白い、タラのすり身とかで作るんじゃけどの、これ入れたら、じゃこ天好きの人も寄ってきてから、ええのいうことで入れとんですわ。ええよ、ええよ、ほんまに。こんなに工夫してるとは思わんかった。ほんまですか？すごいすごい。ちょっと食べていい？うん、食べなさい。ちょっと取って。どれにしますか？コンガの一番人気よ。え、どれどれ？コンガ。大葉？うん？え？大葉が乗ってる分ですか？大葉が乗ってる分ですか？うん、あれはイワシ、その手前のね、ゴロゴロなんか入ってる四角とか四角いのに、茶色での。どれどれ？玉ねぎの隣あたり、同じお皿の中の中にこれですか？があるんだ。うん、キクラゲの下。キクラゲの下？レンコン？レンコン？うん、これレンコンが入ったの、この茶色いやつ。え、ちょうだいちょうだい。これですか？それそれ。おー、これこれこれ、この茶色くてなんか白い、それそれそれ。おー、それそれ、さゆみさん、それそれ。ちょっとしっかり写してあげて。うわ、レンコンが入ってる。レンコンが、そう、それね、ぶっちゃレンコンなんよ。ともかくレンコンじゃけ、食べてもレンコンじゃわ。おい、あ、これ音聞こえる？おい、なんかカリカリってシュリシュリって。レンコンの天ぷらって結構輪切りでね、シンプルにのしとるようなけどね、やっぱ天ぷらは全部にレンコンが入っちゃう。レンコン大変け。そう、ボロボロ入れて作るのも大変なよね、取れるけ。これじゃけど、まあ今何枚何千枚とか作ってるけ、うもうなってからね、映画にこうやって。これうまいわ。ほんまですか？これ売れるじゃん。おう、売れるで、一番人気だ。レンコン、これ一枚いくら？これは全部ね、普段はちょっと200円ぐらいするんじゃけれども、うん、ちょっとリーズナブルな感じにしてスーパーじゃけ、うん、100円ぐらい、105円消費税入れて。いいいい。毎回は作れんけ、そのイベントの時限定でね、皆さんお客さん、地元の方に気に入ってもらおう思って。うわー、ねえねえ。売ってないよ、はい。三宅水産は、はい。ごめん、ちょっとレンコンこぼれた。三宅水産はもう何年ぐらいやってるんですか？今年でですね、60周年ということでさせていただいてます。1950年から。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どう、ね、練り物一筋？練り物一筋。すごい。
かまぼこ、天ぷら、ちくわ、パンに言ったらそういう部類があるけど、まあ、それぞれにこだわりを持って、うん、さんの前にあるちくわがね、うん、塩、クレシアも塩が釜がいのに、じゃあ、あれを練り込んだりしてね、うん、いろいろしちょんです。はい。これでも、いろんなアイデアで、でももっと PR したらもっと売れそうだね。そうなんですよ。これだけ ね、まあ、今地元のいろんなあえて練り物に関わってない方々にお聞き通ってから、うん、なんかまた面白いのができるんじゃないかと思って、みんなの意見でね、うん、こういうのはじけたことが出そうじゃないかと思って。わかった、やりたいんじゃ。わかった。じゃあ今これ、うん、ね、この生出しラジオを聞いてるみんなに、はい、この練り物で何ができるかをちょっと今から書いてもらいますんで、ちょっと待っててください。はい、さあみんな、この練り物のアイデアを書け書け書け書きなさいめっちゃ一文字さん食べてますからね、さっきからね、もうね、一枚話しますと、ちょっとレンコンはね、ありよ。あとね、このうちのシンボル、順位には入らん、もううちの顔、このガンスというのがね、まあ、ほんま美味しいけね。ガンスね、これね。そうそう。食べたことあるある。いいからよ。うん。家帰って食べなさ、あんた。焼いたらな、美味しいけ。はい。オーブンみたいなんで、ちょっと焼いてね。そうです。うん。出来たてそのままになって。来たよ。ガンスチーズと一緒に食べたら美味しかった。チーズ。そうそう。お子さんとか辛いの苦手な方、チーズでマイルドさを出したり。うん。ソースもええよ。あとね、牡蠣はどうですか。牡蠣、うん、牡蠣は、あ、牡蠣の、おー、牡蠣の、なるほどの、トウモロコシを混ぜる。トウモロコシ、ぶっちゃけ混ぜた、ごめん。すごい細かい技を書いてきましたね。トウモロコシを混ぜる。鶏肉、お好みソース、お好みソース、うん、トマトとかね、あのあれですよ、福岡の方で軟骨入れたりする天ぷらがあるけね、よく合うんですよ、肉もね。あとあのガンス娘さんのあのメッセージ入りのなんかパッケージにしたらいいんじゃないかっていうのが今ありました。うーん、まあ、ですか、縁ですかの出て、これでもね、あ、枝豆とかね、あとパン、レタス、チーズ、お前書けばいいってもんじゃないでパンって何みたいな。うん、でもこれあ、卵焼きの中に入れるのもありかな、うん、ゴーヤとかね。でも練り物ってさ、ガンス娘さん何でもできそうですね。そうなんです、ほんま何でも化けます。言ったらもうほんまに生地だけね、うん、だれるいうのがあるけん、型抜きぐらいしかまあ形はできんけど、うん、結構何でもない、巻けるし蒸せるし揚げれるし焼けるし、うん、なるほど。東京でも売ってますかって、ラブユーアラブから。東京はね、うん、市場にしかね、たまにしかおろしてないけん、買えんのじゃは。ホームページとかないの？あれ、お好み焼き屋さんにおろしてるけん、東京で人気の。天神とかも結構行くとこらしくてね。うん、そこ行ったら食べれますよ。明日またね、気にしますんでね、今週末は食べれますよ、そこのお好み焼き屋さん。熊本にね、ゆで卵をね、入れたのがあるんだって、練り物で。はい。ゆで卵、うん、中に入ってるんですかね、ゆで卵、切ったの、ま、周りがこう練り物なんでしょうね。うん、エビパンみたいなのはどうって今来ましたね。ん？なんて？エビパン、中にエビが入ったパンみたいなのがあるじゃないですか。はぁ、ありますね。はぁ、はいはい。うん、なんかそういうのどうか、僕もちょっと思ったんですけど、ガンス娘さん、はい、練り物とも思わせないような、なんかちょっとカレーパンっぽいようなもんでもありかなと思ったんですけどね。そうですね、形がね、なんか練り物より離れての方がちょっと結構面白いものができると思います。うん、次回言ったら、あの今やっぱり練り物好きな人は好きじゃろうけど、慣れとらん人の方が数は多いんでね、うん、そういったのを取り込むにはやっぱりあえてパンから入るとか、あえてそのうどんから入るとか、うんうんうん、手を変化させる方が、うん、面白いし、なんか新しいものになりそうな気があるんで、みんなの、うん、のでもね、俺本当思ったけど、これが一番うまいわそのままこうね、パッと食べるのが今あるのがやっぱりうまいよ、これ。 ありがとうございます。いや、本当じゃけ、みんな食って、かけだなしに、うん、食え秋山と神天満におるで、この日曜日。え、どこどこ。フレストの神天満さんにおるで、今週の日曜日。
元祖娘が金曜日は初めて行くんじゃ、間手で緑の方にも行くんじゃ、金曜日フレスタ。そう、元祖娘はよくフレスタにいるね。そうよ、フレスタ大好き。そうね、おじゃあちょっとみんな娘はね、ヒロのフレスタで生まれたんよ。あ、ほんなあ、ほんな、わかった、ほんま。あのまたちょっとアイデアがあったら送りますし、でもこれもっともっとね、広島の誇りとしてみんな広めていきましょうよ。はい、ね、すいません、なんか素人じゃけいらしゃべりが多いけ。いや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 、いいよガンス娘、好きになったよガンス娘が、うん、これどんどんダブして、これからも練り上げたアイデアを練り物にしてください。はい、どんどん練り込んでいくけの。はい、ありがとうございました、はい、こちらこそ。ありがとうございます。これさあ、今いい意見来てね、やつから、うん、祭りの屋台とかであったかいの売り寄ったら凍ってしまうかもしれんって。さっきもほらガンスとかちょっと焼いたらうまいっていうのがあったじゃ ん、 これ祭りとかみんなあの大学祭とかさ、まあ今これ聞いてくれてる人大学祭する年齢じゃないかもしれないけど、なんかそういう祭りとかでちょっとやるとすごいんじゃないかね。ね、そうですね、マジうまい。なんか棒に刺してはったりとかでこう食べれたら。今週ね、俺ね、四国のね、愛媛県の八幡浜市っていうとこ行ったんですよ、うん、はい、八幡浜市ってね、なんで盛り上がってるかっていうとね、魚肉ソーセージ、日本で最初に魚肉ソーセージができたのが八幡浜市。その会社はその魚肉ソーセージの技で今何作ってると思う？魚肉ソーセージの技での技で、技で驚くもの作ってるよ。あんまりこれ大きな声で言っちゃいけないんで、みんなピーって勝手に入れてね。食べ物食べ物練り物、魚肉ソーセージの技で今何作ってると思う？え、潰してあの形を作るっていうのが。あ、いいこと来たね、さゆみちゃん、さすが、いいこと来たね、来たね。何だと思う？これね、あ、マクピーナルドのすごい今ピー入れるのに悩んだんですけど、マクピーナルドのハンバーガーのパテ、あ、それも作ってるのよ、その魚肉ソーセージの技で。でそこ行ったらもう港町で練り物がいっぱい売ってるのよ。でその八幡浜市っていうのはちゃんぽんも有名なとこなんですけど、そのちゃんぽんも食べに行ったんですけど、練り物がうまい、まいで、この三宅水産のこれうまいわ、レンコンうまい、レンコンありだ ね。でもなんかあの思ったのが、その中身に入ってるものが大きいですよね、うん、結構こう、うん、カクカクちゃんと形があって、これきっとね習慣のもんよ。最近あんまり練り物食べなくなったけど、うん、もっとみんなが食べたら絶対いけると思うな、おやつとかでも。そうですよね、うん、こういうおやつっていいですよね、本当にね。絶対いいわこれもう、うん、え、ビールは言えてる。なんでビールがないかな。これいりますね。ビール飲めない方は多分お茶でもいけると思いますよこれ。いや、おやついいんじゃないの、うん、子供のおやつとか緑茶系でも。うん、これ最近さ、この練り物ってちょっともう一回見直さない？これ練り物って名前が良くないのかね。なんかもうちょっとカラフルみたいな名前する？おしゃれな感じの名前にします。こじゃれた名前、ネーミング変えたらいいんじゃないか、アンス娘。これなんかでもね、伝統のものがあるからね、あんまりあれですけどね。練り物は練り物なんで、なんとかなんとか、まあ練り物ってちょろっと作った。本当に美味しいわ、本当に美味しい。これはもうちょっとね、ちょっとこれね、みんな買え。はい、みんな買え買え、本当頼みます。曲いきましょうか。中山大蔵で花鳥風月。花は揺れ、鳥が歌う、風は流れて、月がもゆる、赤んで空愛に染まる、人影優しく稲穂はむ、流れた季節を指折り数えて今日になる、厳しさを連れ立って喜びが今あなたに降る、汗が流れたその笑顔で、oh。
夏の雨に秋風は雪に変わる。あけぼのが優しく出る。余韻の明星が昇るまで。疲れた明日になる。厳しさを連れ立て喜びが今私に来る。汗が流れたその後でほらもう笑顔。ということでございまして、今日はねちょっとユーストリームの調子が悪くてですね入ってこれないという苦情が来たりとかですねいろいろありましてですね本当に申し訳ございませんというか私もユーストリームのことよくわからないんで、どっちかっていうとユーストリームと USJ を勘違いされたい大きな違いがあります。大きな違いがなんでみんな最初はあったでしょそういうことがユーストリームの調子が悪くてですねやっと入れましたとかね今ね、ちょっとなんか、ツイッターと連動してませんとか、ね、なんかね入り方をね教えてくれてる人もいたのよさっき。こういう時の入り方みたいな感じでですか、みたいなね、まずツイッターの公式サイトへログインしてその後ユーストリームログインしたらログインできましたかってリュウジさんから、まあまあちょっといろいろみんな苦労して入ってきてるみたいなんでどうもありがとうございます。今日は本当に調子悪い中たくさんの人にお集まりいただきました結婚式になってます結婚式にありがとうございます、はい、おいでちょっとまあ少ない人数の中ではありますが皆さんにお願いがあるんですが T シャツ買ってくださいね一文字ねまだ買ってないんですよそれがね買おうとしてね買い方がわからないんですよなんだ、わかった買い方がわからないんですよあれ、まあ、画面に行っていただいて画面に行って、ね、選んでるうちにねどうしたらいいか分かんなくてね2回ぐらいちょっと挫折したんですけど、まあ、今夜必ずスタッフに買ってもらおうと思いますスタッフ任せになってます。でみんな言っときますよいいですかこれちゃんと聞いておいてください、はい、T シャツのない人はオフ会に参加できません。なんといいですかこれ T シャツがオフ会のチケットです。いいですかいいですか、はい、アストラムライン乗った時にタワンっていうシャツがない人は他の車両に行ってもらいます
嘘嘘。今ね、何枚売れてるんでしたっけ。今日時点で85枚ですから、まあ、1文字5枚買うんであと10枚売って100枚ぐらいちょっと達成したいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。ティーハローワールドさんにデザイン料がいくらか入るということになっておりますので、これからもあのリスナーの皆さんと何か一緒にものを作ってですね、なんか考えてくれた採用された人には何がしかの、まあ少ないですけどね、なんていうのこういうの報酬ロイヤリティ、まあそこまでのことじゃないけどね、渡せればいいなと思っておりまして、で実は今年中にもう一個ちょっとなんか作ろうと思ってまして、電子書籍をちょっと一文字が作ろうと思いますんで、ついに発表。これ買ってくださいね、みんなね、買ってね電子書籍ただじゃないよ、できるよね。ね、なんとか今年中に電子書籍を作ろうと思いますんで、一文字にこういうの書いてほしいっていうのがあったらですね、ちょっとあのアイディアをいただければと思いますんで、よろしくお願いします。それからね、今ねちょっとね、海外の広島県人を探したいんですよ。海外にいらっしゃるですか。にだってさ、この番組全世界の広島県人にお送りするって言いながら、せいぜい熊本ぐらいしか行ってないっていうちょっとね、ニューヨークのお話も聞きましたけど、ちょっと海外つなぎたくない。ねえ、海外の広島県人、ね、知ってる人紹介してください。あの海外の広島県人に、まあ、またあのなんていうんですか、スカイプつなげたらいいなと思いますんで、海外の広島県人にちょっとあのお願いします。あ、 T シャツ3種類買いました。今日届きました、ありがとうございます。なんか今日届いた方多かったみたいですよ。ありがとうございます。電子書籍ただで配れケチってる書かれました、やられました。マジかよやられましたね、今のね。ただで配れケチってさちょっとさ、もうちょっと書き言葉にしようよ多分ね、急いでささっと打たれた。あ、熊本ぐらいっていう表現悪かったですね。熊本の方には聞いていただいておりまして、ありがたいんですがね、まずは日本全国の広島県人にもスポットを当ててください、ね。まあ、そうなんですけど、もし海外で広島県人知ってる方がいらっしゃったら、ぜひちょっと紹介していただきたいと思いますね。それが企みっていうの来ましたけど、まあ、もう一個の企みがあって、もう一個の企みが、もう一個企みあって、はい、今あのインド人に詳しい方をちょっと探しておりまして、インドに詳しい方ですね、はい、インドに詳しい方をちょっとマジで協力仰ぎたいことがあってですね、これまだあまり大きな声で発表できないんですけども、インドに向けてなんかちょっと番組を作りたいなと思っておりましてインドのことに詳しい方紹介せんっていうのが来ましたね紹介していただけたら非常に嬉しいと思います。まあそんな大したあれじゃないんですけど、まあ、ちょっと本当いろんなことをねこれからチャレンジしてやっていこうと思います。まずはオフ会やりましょうね、はい、そうですね、8月末か9月頭でねオフ会やろうと思います、うん、それからね8月6日もですね、せっかくなんで広島なんで私たちは、はい、できるだけですね、なんていうんですかね、映像を配信したいと考えております。でまたついなまからですね、ツイッターで詳しい時間とか紹介すると思うんですけども、可能な範囲でできる限りのことをやっていこうと思うんで、もし皆さんチャンスがあればその映像を見ながらいろいろ平和への思いもね書き込んでいただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、ちょっとあれだね、もう平和公園の周りとかなんとなくもう準備が整い始めて、なんかちょっとこう警察官の数も増えてるような気がちょっとね、しました、しました、最近は、ね、今日特に思いました、ね、しますですけども、8月6日に向けてなんかこのつい生でも何かができればなと思っておりますんで、あ、はい、よろしくお願いします。昔インドに住んでいたことがある人が大学のサークルにいたけど音信不通、普通かい普通かいインドでも多いですよ、インドに滞在してた友人はいるとか。あ、いいじゃん、だからそれ紹介してくださいよ、インドの人に好まれる番組っていうのはやっぱりあれですか、オープニングはダンスかなんかでさゆみちゃんのね、マハラジャみたいなね、でやっぱゾウもダンスするみたいな、なんかそういうことですかね、わかんないですけどね。私そういえば日曜日インドのチキン食べました、インド人からもらいました。あら、まあタンドリーチキン、あ、美味しいよね、あれね、もらいました、もらいました、まあ、そういうのもいろいろ考えていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、T シャツの方も一つ販売じゃない、買ってください、よろしくお願いします。 T シャツを作ってくれましたカズ鯉のぼり商店をツイッターで紹介してくれたのが秀樹とゴイチなんですね、カーブの応援歌を歌ってるね、うん、はい、その秀樹とゴイチからお知らせがあります。はい、お二人はですね、今週8月7日の土曜日に広島駅からすぐの IU 市場でイベントに出演します、
会場はですね、愛用市場のふれあい工房というところなんですけど、正午から津田恒美投手をテーマにした紙芝居がありまして、その後12時30分から秀樹と五一のステージがあって、しかも入場無料だそうです、うん、ぜひ行ってみてください。ぜひ行ってみてください。さあ、れたー、賭けのコーナーがやってまいりました。いいですか、今日の賭けのコーナーは、ああ勘違い、ユーストを USJ と勘違いした、五感を股間と勘違いした、ロマンと不満を勘違いした、いろんな勘違い大募集、今から賭け。いや、賭けという俺のセリフは書かなくていいから、勘違いしたこと書いてください。カズ鯉のぼり商店のグッズをプレゼントします。 USJ と UFJ 惜しいな惜しいな惜しいな、一文字さんとバリシャキ藤田君は同一人物。あ、これ言われたことあるけどね、ちょっと違うね。何、お食事券とお食事券ね、これもよく言われますね。たわんの標準語はたわないだと思ってた。来た。あなた DM に住所と名前を教えてください、よろしくお願いします。たわんの標準語はたわないだと思っていたっていうのを書き込んでくれたあなた DM に、名前と住所お願いします。何書いてみんな、勘違い難しい？難しいかもしれないですね。そうなの？レテンとプレテン。そうなの？勘違い難しい。弱肉強食、弱肉定食、そうだね。二十日市を、ああなるほどね、甘い、漢字をね、書き間違いですね。たわない、そうか、勘違い難しいですか。今日は猛烈に来ないですね。あ、来た。手首と乳首。書き間違えたんですか？聞き間違いですね。換気扇を換扇機、榊原郁恵と柏原芳恵、同じ人だと思ってたんですかね。メボが標準語、あーなるほどね。写真を撮らせてって言われてポーズを撮ったら車の写真だった。ありますねこれ。そう、いや、日曜日のイベントで写真を撮ってたんですよ。で、なんか、私と思ったらですね、前にいたお兄ちゃんが2人、男2人ですよ、2人をこう写真撮ってて、あ、そっちと思って、ちょっと寂しかったですね、私も。武蔵土橋店イロリア。どういうことどういうことどういうこと、クロワッサンと黒田さん、難しいか、勘違いってね。結構難しいのかもしれないですね。難しいね。キクラゲは黒いクラゲ。なるほどね。意外にやっぱ勘違いってそんなないってことですかね。ねえ、難しいんですかね。聞き間違いが多いですね。キクラゲがキノコだってこと。ちょっと違いますね。これぐらいにしときますか。ちょっと勘違い難しかったですね。ごめんね、みんな難しいお題でね。じゃあまず今日はグッズはカバンにしましょうか。ね。DM に、カープのこの数鯉のぼり商店のバッグをプレゼントしますんで、名前を送ってください。名前と住所を DM に送っていただきたいと思います。発送させていただきますんで。ちょっと来週も、もう一回ちょっとテーマ練り直してですね。事前に予告しておきますかね。はい、事前に予告して賭けのコーナーをお送りさせていただきたいと思いますんで、お題ミスってきて、俺が悪いんかい。俺が悪いんかい。すごいことがねえ。ナマコはカタツムリの仲間と思っていた。ちょっと無理やりっぽいね。ということでございまして、また来週も賭けのコーナーありますんで、お楽しみに。一曲聴いてください。はい、それでは先ほど紹介しました秀樹と五一の曲でいきましょう。うちらの新球場に行かにゃんね。
番組は一文字がフォローした人、一文字をフォローしてくれる人が、ツイッターでねフォローしてくれてる人、フォローしてる人がどんな人か電話をつないで話し合おうというわけで始まった番組でございまして、はい、ツイッターの輪のコーナー行ってみましょう。今週はねシンタリズムさんね、シンタリズムさんにお電話つながさせていただきます。はい、東京世田谷、おい、岩国ご出身。おー、そうなんですか。私と一緒。え、岩国なの最初。はい、私生まれたのだけは岩国です。へー。医療関係に勤務、大学で経営学を専攻する社会人大学生。社会人大学生ってなんかちょっとコンパ行ったら卑怯よね。なんでですか。なんか学生よりはなんかちょっとさ、ちょっと大人だし。ちょっと、もしもし。もし。あ、一文字と申します。はじめまして。あ、どうも。よろしくどうぞお願いします。お願いします。今シンタリズムさんは世田谷のご自宅ですか。はい、そうです。社会人大学生って どんな感じなんですか。昼間働いて。そうですね、あの、はい、夕方まで働いて、ええ、それで、まあ、夜学なんですけど、2部。なるほど。シンタリズムさん、ちょっとあのパソコンの音声をカットしてもらえませんか。落としました。すいません、ごめんなさい、わがまま言います。で、夜学でな、医療関係と具体的にはどんなことを。石森さんもよく多分あのお世話になっている関係だと思うんですけど、大体お分かりですかね。え、俺がお世話になってる頸椎ヘルニア。え、いると思うんですけど。え、はい。え、なんすか。東洋医学ってなんて、ハリキュー氏です。うわ、ちょっと待って、シンタリズムさん相談乗ってよ、ね、ここ2人ともですからね、私たちね。頸椎ヘルニア、今も左腕が時々しびれるんですよ。ああ、そうですよね。ああ、で終わりですか。ねえ、伊藤さんも、ま、あのたくさんいろんなところ鍼灸院って言っても本当いろいろやり方もあの様々じゃないですか。はい、だから本当いろいろかかって、それこそ治療もいろいろ違いますしね。ねえ、シンタリズムさん、そういう東洋医学学ぶときって、例えば針にしても、はい、ツボを全部覚えるわけ。あ、もちろん、はい、
教科書に載ってるのはあの400ぐらいなんですけど、うん、あとはあのそれ以外にももっとツボってたくさんあるんですけど、うん、はい、あの一応全部国家試験あるので、うん、あのその時にはもちろんツボ以外にもあの西洋医学も含めてあの内科だったり整形科だったり全部含めていろいろ一応勉強は出ますね、はい、大変というかあれですね、学びが尽きることがないですね。そうですね、ねえ、わちょっと見てもらいたいわ、シンタリズムさんに。本当 に、 本当に、え、なんでその道に行こうと思ったの？あ、うちあの父が鍼灸師だったんですよ。はあ、ごめんね、失礼なこと聞いて。はい、あの私は父親が嫌いだったんで父親と同じジャンルの仕事は絶対嫌だと思ってたんですけど、はい、そういうのはなかったですか、思春期の頃とか。ああ、あの確かに、絶対やっぱり同じことを仕事をすると、うん、やっぱり父親は超えられないみたいな、そういうなんか先入観はあったんですけど、うん、でもやっぱりあの地域の人に、うん、あの感謝されて、かー、素敵、見てると、うん、やっぱりだんだんあの自分も惹かれて、うん、あのそっちの道に進もうかなって。あ、お父さんはじゃあ岩国で開業してらっしゃる？あのしてたんですけどね、はい、あ、もう今はもう引退されて？そうですね、はい。ああ、そうですか。大体じゃああれですか、シンタリズムさん卒業の予定はどのくらいですか？あ、もうあの針の免許も持ったんですけど。おう、であの骨院の免許も一応持ってるんですけど、おう、それと別に今大学で経営の勉強は、これあの趣味みたいなもんなんですけど。え、何の勉強？経営学の勉強は。経営学ね、はい、今はあの昼間ずっとその治療院でこっちの治療の勉強しながら、はー、夜は自分のまた違う経営学をちょっと興味があったので。シンタリズムさん、一言、パーフェクト。ねえ、素晴らしい。ちょっとうちのスタッフに入ってもらってちゃんと経営学を教えてほしい気がしますけどもね。お願いします。あの気軽に言っちゃいけないかもわからないですけど、頑張ってください。はい、あの地域に愛される鍼灸師さんになってください。いずれはあの地元に帰ってねえ、はい、やろうと思ってるんですけど。本当ね、私ね、頚椎ヘルニアになった時に本当歩けないぐらいだったんですよ。ひどかったです、私。うん、で医者にね、手術しなさいって言われたんですけど、手術するのがやっぱ怖いのと1ヶ月ぐらい休まなきゃいけなくて、でツイッターで、針の先生を教えてもらったり、整体の先生を教えてもらったりしてそこ行って、今まだね、手術しなくても良くなりましたもん。あの、はい、一文さん の、 あのブログ読ませてもらったんですけど、あの一概に針吸引でも、あの針の太さから、使う本数から、ツボから、やっぱりあの病院によって薬とか出すのも違うように、同じ一概に鍼灸院って言ってもやり方もやっぱ全然違うわけなんですね。そうですね、だからどうしてもやっぱり相性とか、うん、そこらいろいろ合わなかったのもあったみたい。うん、ただ僕ね、一つ思ったのは、真面目な話になりますけど、あの東洋医学はなんとなく説明が下手すぎると思った、自分が通ってみて。あの確かに科学的に、なかなか説明しづらいところはありますよね。うん、そうですね。西洋医学だったら咳止めの薬出しますとか、なんかそういうのがありますけど、東洋医学で例えば僕らに針のツボの説明とかは無理なんだろうけど、でももうちょっとなんか治療方針とかをちょっと教えてほしいなと思うところは何件かありました。ああ、そうですね。うん。確かに。それがあるとちょっとなんか精神的に落ち着くんですけど。そうですね、確かに。毎回同じことをされると、どうなのと思ったりしたところもあった。それがどう聞いてどうなってるんだろうって思うんですよね、あれはね。思います。ちょっとやっぱり言葉で教えてほしいと思うこともある。でも自分自身でもいい経験になりました、病気と向き合う時の。はい。はい、でも、ね、あの、はい、治療の経過とか、その大体どういう感じで進んでいくかっていうのは、あの教えてもらわないと、治療される患者側も、うん、いつまでどう通っていいのかっていうのも。そうですね。うん、でもなんかちょっとシンタリズムさん、これからの、 あのつぶやきも注目します。じゃあ私、ありがとうございました今日は。あ、石森さん、ええ、できればですね、ええ、こ
ちのスイナマ東京もですね、ちょっと今東京に住んでる方と話しながら、お、あらまあ、びっくり、スイナマ東京やられるんですか。スイナマ東京はですね、ええ、ちょっとなかなか毎週ってのは難しいかもしれない。いやいや、私たち呼んでいただければ毎週でも第1回はぜひさゆみさんに来ていただいて。あ、俺じゃないのかよ私は私、俺じゃないのかよ。でもやってくださいよ。月刊ツイ生東京ぐらいでもしできたらいいなとか、ちょっと今。でもね、シンタリズムさんがそういう東洋医学のこととかが喋れるんだったら、絶対なんかそういうの生かしたのやった方がいいと思いますよ。そうですね、ほんとね、これ書き込みでだって相談できるわけでしょ、私たちが。ねえ、私今そしたら首提供しますよ、このヘルニア。ほんとなんか自分でもね、そういうのやりたいと思ってたんですもん。書き込んで相談で答えられるようなラジオが。お題というか、じゃあギャラは治療でっていうことで。私にですか。ちょっとシンタリズム今俺と喋ってないだろうっていう。でも頑張ってください。始まるときは応援しますんで。ぜひ一文字さんも、はい、はい、ぜひ一文字さんもで。おまけじゃん俺。頑張ってね東京で。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません。すごいね、つい生ラジオがちょっといろいろ広がりつつ、ね、広がってますね。熊本でしょ、で昨日初会長でしょ。初会長昨日やりました。ちょっとこれは広がり感がありますね。どうする私たち。でもなんかコメントで、あ、昨日ツイッターで見たんですけど、明日は元祖ツイ生があって書かれてたんです、ね、いやいや、そんなもんじゃないですよ。これね、みんながね、みんながこうやってどんどんやっていくうちにね、もっとなんか違う始め方をしてくるんだと思いますよ、ね、だから気軽にやれたらいいね。そうそう、うん、本当そうです。気軽に本当にみんなやってほしいと思いますね。広島でももっともっと増えてほしいね。そう、広島の、ね、中でもやってほしいですよ ね。よかったな、私たちこれ広島ってのさっき使っといてね。うん、これだって嫌だもんね、中国。でもちょっとシンタリズムさんすごいね。すごい。お父さんがよっぽど地域に愛されてたんだろうね。ねえ、ね、なんかもしかして地元に帰って聞いたら分かる方なのかもしれないです。でもさ、もうこれはちょっと本人の前では言えなかったんですけど、絶対モテるよ。もうモテるの間違いないよ、コンパイって。あ、でしょ。そうなんですか。女の子もう手相を見るかツボを押さえるかしかないでしょ。肩凝ってるだろうって言って押して気持ちよかったら OK でしょ。嫁に行きます私ね。こらシンタリズム参ったね。教えてほしいね、俺にもツボ。はい、それでは一曲、ケイアクアでラストフライト。
しい君が待っている街、晴れた夜を越えた安らぎの街、空へ向かう白いジェットは広い翼広げて君へ今ちょっと曲聴きながら思ったんですけど、あのみんながバンドやって、例えばみんながバンドやって歌を作ってライブをするのと同じように、こういうふうにユーストリームというプラットフォームで私たちもラジオをやるわけですよ、はい、でもあのさっきのシンタリズムもそうですけど、あのみんなにお願いなんですけど、やっぱりほら言葉ってさ、人をたくさん励ます時もあるけど人をたくさん傷つける時もあるし、それは文字にしてもそうですから、そこのところはね、やっぱついなまと名乗るからにはハートフルな、うん、なんていうんですかね、まあ、私が言うからではありませんけど、ちょっとなんかこうね、そこだけはシビアにやっときたいね、はい、人を傷つけないなんかこうラジオ番組というかメディアでありたいなと思いますんで、そこのところを始める人はですね、必ずあのそういうところはあのうちのスタッフに相談していただければ、とっても腹黒いのが待機しておりますんでですね、うん、腹黒いんですか、そこまで言っといてそこまで言っといて腹黒いと、あの、はい、本当に相談してほしいと思います。それからあの最後になりますけど、もうエンディング近づいたら最後になりますけど、もう一回みんなに言っておきます、私たちが今企んでるのはインドですこれ、ね、あのインドに住んでる日本人、スタッフがね、スタッフがちょっとウッチが反対してるんですよ、インドは。インド、そうなんですか。あの通訳がいるんでマイクの本数が足らないっていうのでですね、ちょっとインドにね、うん、インドに向けた番組を別に、このツイナムラジオとは別にちょっと作ってみたい、はい、インドに向けたね、本当ですよね、これね、本気で、うん、
僕なぜインドかっていうの分かんないですよ、はい、私たちがちょっと喋っててインドちょっと行ってみたいよなみたいな、IT 関係もねインドはね結構すごいですね。 IT 関係インドすごいでしょ。インドすごいですよ、はい、インドそれにあれですよ、8月6日国会が開かれてたらインドはちゃんと黙祷してくれるんですよ。ウィキペディアの情報ですけど、ウィキペディアにそんな載ってるんだ。俺ら自分で調べたことは一個もないんですけど、まあでもちょっとインドはいろいろこう何ですかね、どんな番組やったらいいのか全然わからないんで自分たちも調べようと思うんで、もしインドについてついつい生出しインドラジオインドネシアじゃない、インドです。まあまあ、うん、はい、と思います。本当にちょっと、チャンスがあればね無茶なこともやってみたいと思いますんで、本当ね今やりたいことがいっぱいあるんですけどなかなかそれが実現できずに焦ってるのが正直なところなんですが、うん、まあこういうのはぶち上げないとね、そういうことですね、何も始まらないし、うん、ぶち上げたら何かあるんじゃないかと思いまして、そうあなたの言う通り他力本願新しいカレーを開発するの俺らそういう番組に見られてるのかね。いやー、面白い。まあまあいろいろちょっとやってみようと思いますんで、はい、いろんなコネクションがある方はですね、ぜひ教えてほしいと思います。お願いします。本気でやろうと思います。もうこうなったらね1回でもね、はい、インドに向けてね、インドに向けてですよ、やろうと思いますんで、どこに行くんだって言われてますけど、さあ、今週の私たちのギャラはいくらなんでしょうか。最後のコーナーがやってまいりました、はい、トトピックでゲッチャドリーム、ヤッホー。トトピックをもう購入しております。サフレッチ買ったよね。うん、買きました。トトピックを買っておりまして、今からですね私が、くじの結果を3つずつ言います。3つずつ言いますんで、さえみちゃんがその結果を見て何個外れたかを言ってください。5個を外れたらもう終わりですね。はい、行、はい、きます。212112。おお、まだ1個しか外れてない。はい、121101。おお、2個、いい感じ。112 222。今4個、今4個ですね。221、はい、121 0。もうっていう時点で5つですかこれ。なんかでもよ、これずっと長くやってて6個当たったら俺らすごいよ。すごいことですよね、はい、それこそインドに行けますよね、みんなで終わりました。お疲れさんでした。終わりました。終わっていいですか。本気ですか。本気に終わりますよ。はい、また来週です。もくもくへ当たらんじゃん。お疲れ様でした。ありがとうございました。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はもうね大変ですよ。誰か助けてください。そうか、分かった。このスクラッチが俺ら数字が挑戦、数字がたくさんありすぎて分かりない。そうなんですよ。だからここに書いてる通り今度からロト6にしようよ。俺らの能力の限界は数字6つよ。ね、そうなんですよ。来週からロト6にします。はい、アドバイスありがとうございました。それじゃあまた来週です。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストリームをプラットフォームに広島市中区から世界へツイート配信し読めんたんか配信しました。バイバイ。